敵は後退したな。よくやったではないか。ならば褒美をもらいたい。まあいいだろう。何が望みだ。あの男の力だ。秀吉様こそが人の王。ならば俺と同じく、あの男も秀吉様に忠誠を誓うべきであろう。それは気まずそうな顔じゃな。もしやあいつにも同じ約束をしとったんか。だから言ったであろう。その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされると。わしら人間はお前たちにとってはただの駒。一体本当は何をしようとしとるんじゃん。余計なことを聞くな。逆らうな。もう貴様になど用はない。